では仙台街道は、江戸時代に、道の区国の最大都市である、仙台藩、仙台城下町と、西巡る海運の起点である、省内藩の港町、佐田港とを結んだ街道のうち、大雨両国を隔てる大雨山脈を越える区間、すなわち、吉岡塾から船形塾までの区間の通称。現在では特に、出羽仙台街道中山古として、史跡指定されている県境の区間、 すなわち、宮城県大崎市鳴子の首都前番所から、山形県最上郡最上町の笹森番所までの区間を指すことが多い。母親戦争の戦後処理が行われた、明治元年12月7日に、出羽国は、宇前国と宇後国に分割されたため、仙台と坂田を結んだ街道は現在、北宇前街道、あるいは、宇後街道と呼ばれている。1990年、 街道沿いの史跡群を国の史跡に指定するにあたって、岡手町、安永風土記御用書き出しの記述をもとに、指定名称を、出羽仙台街道中山古志としたことにより、名称が一般化した。すなわち、出羽仙台街道は、歴史的に広く使われていた名称ではない。この街道は、脇街道であり、仙台城下町と出羽国とを結んだいくつかの街道の一つである。 酒田港からもがみ川を清水港で陸揚げされた上方者や正木き者がこの街道を通って仙台城下に運ばれた。仙台藩にとっては欧州街道や陸前浜街道ほどではないにしろ重要な街道であった。では三山,山への山系に向かう街道でもあり、かつては松尾場所をも通った。現在、首都前番所と笹森番所の間の旧街道が、 歴史街道として保存されており、多くの雰囲気が残されている。史跡、では仙台街道中山古の指定範囲でもある。ありがとうございます。